はい、こちらがメンテが終了したばかりの今日のチビちゃんズです。昨日ねご飯を結構がっつり与えたので、今日はご飯あげない日なんですけど、あーここら辺とかね、この二人なんかはもう他の子たちのご飯を横取りしてまでバクバク食べてたので、まん丸くなってますね。お腹いっぱいで動けなくなってるじゃないあんた。すでにスラッとしてる子はもうトイレとかをしてすっきりした子たちですかね。うん、泳げ泳げ、運動しろ。はい、ということで撮影してるインカメがここに反射して映ってますけど、すいません、ご了承ください。今日はですね、またこのチビちゃんズの内容になるんですけど、オタマジャクシから飼育を始めて1年経ったんですけど、この1年の中でね、結構その飼育するにあたって、いろんなポイントというか、飼育のコツというか、そういうのにこう気づきながら、飼育をしてきたんですけど、特にね、重要だなと思うポイントが3つあったので、今日はそれをですね、お話ししていこうと思ってます。細かいポイントとかね、気づきとかは、本当に毎日いっぱいあったんですけど、とりあえず特に重要だなと思うものを3つお話をします。開けようか。なんかちょっと画角が変で、本当に、ごめんなさいね。洗濯物映ってるし、撮影のカメラも映ってるし、なんとなく、いつも同じ画角だとつまんないよなって思った、結果がこの画角になりました。まず一つ目、オタマジャクシからヒキガエルを育てるときにすごい重要だなって思ったのが、オタマジャクシから手足が生えてで上陸するじゃないですか。その上陸後っていうのはものすごく乾燥に弱いっていうのがすごい重要だなって思いました。でこれね、私もすごい反省するべきポイントというか、あ、もっと事前にちゃんとリサーチして飼育すればよかったなって、今でもすごいかわいそうなことしちゃったなって反省しているところなんですけど、そもそもヒキガエルって乾燥に強いって言われてるんですよ。このチャンネルを前から見てくださってる方は知ってくれてると思うんですけど、うち大人のヒキガエルが3匹いて、まあ、その3匹が通称ガマちゃんズっていうくくりで呼んでるんですけど、大人のヒキガエルって全然乾燥に弱くなくてむしろ強いので、お風呂、こういうね水張ったお風呂みたいなのを準備しておけば、自分で、あ、喉乾いたなとか、なんかちょっと乾燥してるなって思った時は自ら入っていって、で水分を補給して、で、あ、もういいかなと思ったらもそもそ出ていくみたいな感じで、自分でそこら辺の管理をできるので、まあ飼育してる上で湿気がどうこうっていうのを気にする必要がないっていうのがすごい楽ちんな部分ではあるんですけど、あのね、子供ヒキガエルも同じだと思っちゃってたんですよ。なのでこういうね、もっと浅い子供ヒキガエルでも入れるような100均で買ったお皿に毎日水入れておいて、自分たちでね、実際入ってってお風呂に浸かるみたいな感じでちょこんと座ってたりもしたんですけど、ちっちゃい時、その本当赤ちゃんの時っていうのは乾燥に弱いらしくて、お風呂準備してるだけじゃ全然物足りなくって、なんか常にこのケージの中を、まあ霧吹きとかでこう水を拭いて、湿気を高い状態を維持して飼育するっていうのが正解だったみたいなんですよ。で、私はそれを知らずに大人のヒキガエルとまあ同じような感じだと思ってしまってて、途中までお風呂を準備してるだけでね、特にその霧吹きで湿度を上げたりとかっていうのはやってなかったんですけど、そのせいもあり、あとは飼育中にそのちょうど今ぐらいですかね、6月とかってなるといきなり 2,3 日真夏日続いたりとかするじゃないですか。で、そういう時に部屋の中の気温が上がって、で結果湿気も足りないし温度も高いしっていうので、より乾燥しちゃって、なんかちょっとね、熱中症みたいな感じになってしまって死んでしまったっていう子が途中でいたんですよ。あれは本当に申し訳ないことをしたと今でも思っています。もともと43匹か、オタマジャクシを43匹ぐらい飼育を始めて、でその中で1
匹オタマジャクシで死んじゃったのかな。確か一匹オタマジャクシからカエルになれないまま死んでしまったんですけど、まあそれで42匹上陸をして、でその後飼育してる中で、そのなんか体に問題があったのか亡くなってしまった子とか、うまく餌を食べれなくて結果死んでしまった子とか、あとはさっき言ったようにちょっと熱中症みたいな感じになって死んでしまった子っていうのがいて、結果的に今この27匹になって、そこでもう脱落者はいなくなったっていう感じです。そのね、熱中症対策っていうか、その湿気、湿度をもっと高めて温度も気にしてあげるっていうのを最初からやってれば、もう6匹ぐらいはここにいたんじゃないかなって思います。その真夏日の日に一気に6匹ぐらい死んでしまったので、あれは本当に申し訳なかった。でね、その湿気が必要で気温も気をつけなきゃいけないっていうのを知ってからは、毎日霧吹きをして、もうクーラーももう24時間稼働させて、常に部屋の温度を一定にするようにしてました。でね、ここまで大きくなればもう体も結構強くなってると思うので、湿度とか気温もね、神経質にならなくていいとは思います。もうとっくに中霧吹き吹いたりとかはしてないです。だいたい上陸してから3ヶ月ぐらい経つ頃にはもう霧吹きはやめてましたね。あ、もういいんじゃないかなと思って。あ、そうで、オタマジャクシから育てる時って、その上陸してから3ヶ月間がめちゃくちゃ難しいって言われてて、飼育がで本当にぴったり3ヶ月経ったぐらいから、その死んでしまう子っていなくなったんですよ。本当に3ヶ月目安だったんだなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、もう3ヶ月経過すればだいぶ楽になります。逆に言うと3ヶ月間は気を抜けないっていうか、かなり気使いました、飼育には。なので、今もしね、ヒキガエルの赤ちゃんを飼ってらっしゃる方がいればね、3ヶ月とりあえず頑張れば、だいぶ楽になってきますので、3ヶ月はちょっと頑張ってね、飼育をしてあげてください。